ワシントンを訪問中の細野原発担当大臣は、福島第一原発の廃炉に今後まだ時間がかかるとして、アメリカ政府の協力を要請しました。最終的に廃炉に至るまでには、さまざまな課題がありますので、そのことについての継続した協力についても、私の方からですね、要望してまいりました。内津国務副長官との会談で、細野大臣は、今後長期間にわたってアメリカ政府の協力を得ながら、廃炉に向けた作業を進める考えを示しました。一方、津波で発生した漂流物がアメリカに大量に流れ着く可能性があるとして、アメリカ政府と対策を検討していることを明らかにしました。細野氏は環境大臣の立場で、漂流物が向かう先など研究の結果をアメリカ側と共有するとともに、日本の専門家による調査団派遣も検討していると説明しました。